はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。以前大阪に行った時にヒーロー玩具研究所で買ってきたものです。はい、中古品だね。うん、仮面ライダー電王のソードフォーム600円、あとはイマジンの桃太郎さん400円。はい、これを買ってきました。これね、箱入ってなかったね。うん、このまま袋で売ってたので、これを今日は開けていきたいと思います。はい、これ中古品じゃないね。うん、未開封でした。そうだね、よかった。ふんにゃ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 ん。こちら桃太郎ですね、イマジンです。すごいいい感じだね。うん、昔ね、出たこの桃太郎、すごい気に入ってるやつ。うん、これと比較したらどうでしょう。ちょっと赤の色が朱色っぽいのかな。明るい赤だね。うん、裏側の塗装とかもほら。本当だ。ね、こういうのと綺麗に塗装されてるね。うん、そしてこれが武器ですね。これ細かく見たことなかったんだけど、ちゃんとここに桃太郎の顔が、あ、そうだったんだねえ。うん、まあ鬼だけどね。うん、ここのストラップみたいなところにも桃太郎の顔がついてる。面白い。ね、これが台ですね。はい、はい、これが立てるための棒ですね。はい、これをお尻にぶちゅって、あおおで足の裏を差し込んで、はい、これで完成。うん、そしたら武器を、まあ、この辺に股の下に置いておけばいいんだな。これで完成だ。うん、いいね。うん、これ安定してるよ、3点で支えてるから。確かに倒れないね。続いてこちら電王のソードフォームですね。はい、これもすごくよくできてんね。はい、綺麗に塗装されてますね。うん、この目の部分がクリア。ああ、そうだね、すごいよくできてるね。うん、ちゃんとレールまで。ああ、そうだね、レールのとこね、ここで、うん、ここからへーんってきたからね。うん、電化車も両脇にちゃんとセットされてるね、こっちとこっちね。うん、で、こちら電王ベルトですね。はい、はい、ということで、こちらも差し込みました。はい、かなり安定したね。はい、よう、久しぶりだな、萌えたち。久々に人暴れするか。変身。俺は最初から最後までクライマックスなんだよ。はい、ということで久しぶりに電王ベルトも出してみましたね。うん、やっぱいいね、この音、いい、うん、この音楽聴くとワクワクする。確かに。うん、久々になんか電王見たくなってきた。俺誕生の映画とかまだ見てないからね。うん、ちょっとレンタルして見てみましょうか。はい、はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいぜ。そしてマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやっていますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。お願いするぜ。はい、ということで今回は以上だぜ。バイバーイ。